さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。我々元気にさせてもらってます。元気にさせてもらってます。戦っちゃいけないな元気にですね、私最近物作ったり DIY なんてやったりしてるんですけど、やったりします。活動派だからね。はい、やったりします。めったにしないよね、めったにしない、めったにしない。じゃあ DIY に使う木を選ぶときこだわりなんて、いや木はその好きだったりするけどね、はいはい、これがいい木だとか分かりますか。いい木、うん、分からない。もう女性も分からない、もうこれがいいですけど、分からない、もうね。木と一緒なんですか、ミシェルさんにとっては。もうね、いじめられたばっかりしてますから何なの、早く言って、何が欲しいの。そこで今回最初にご紹介するのは、はいはい、四国高知で40年間選び優れた木材をお客様に供給することをお仕事にされています、こちらの企業様です。人生の長い時間を過ごすマイホーム、そこにはお客様にとってある共通の思いが存在していた。それは新しい我が家となるマイホームに日本の伝統的な木造建築を望む声だった。そんな大きな木材産業を支える町の下請け業者から、あるお客様の言葉をきっかけに家づくりへの世界へ飛び込み、何百万もの木材を扱ったプロとして他にはない技術を発揮し続ける男がここにいる。山和木材株式会社代表取締役住宅プロデューサー貞広圭一郎。高知県を拠点に40年にわたり事業を展開する山和木材株式会社では、原点となった木材製品の加工販売からお客様一生の財産となるマイホーム設計まで、私たち日本人の DNA に深く刻み込まれた木材産業を主体に、本物の木が持つ素晴らしさを常に最前線の現場に取り入れ続けている。今回は変革を遂げた山和木材3代目貞広圭一郎をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。開業されたきっかけっていうのは、先々代 の、はい、あの祖父から、やっておりまして、私もあの継承することになりまして、あの私で3代目になります。プレッシャーだったりご苦労もあったんじゃないですか。そうですね、私がこう入った頃になかなかあのお客様のですね、まあ、地域工務店さんに私の木材を販売するっていう仕事なんですけれども、仕事量が激減しまして、でなんとかこう売上の確保というか仕事を確保しなければならないということになりまして、一般のお客様にご紹介さあのするっていうサービスを始めました。あ、はい、工務店さんにお客様をご紹介するっていう、はい、そういう仕事を始めたんです。あ、そうか、工務店さんにお客様を紹介か、はい、ああ、なるほどなるほど。でも全部うまくいきませんで、なかなかご紹介したお客様からクレームが発生することも多々ありまして、そのクレームをですね、まあ一手に私が引き受けて、クレーム処理という形にしてたんですけれども、本当に心が折れそうになるほど大変でした。それ何が問題だったんですか。いろんなどうしてもこう住宅の仕事っていうのはいろんなコミュニケーションを取らないとできない仕事でして、はい、一つちょっと歯車が狂うとうまくいかないですね。そういうことですか、はい、なるほどなるほど。そういったこともあって今はご自宅も作られるような。まあその紹介サービスのお客様からたまたまなんですけれども、はい、もうあなたが家を建ててとその間入らずに、はいはい、私も悩みましたけれども、それは悩みますね、はい、ジャンルが違いますもんね。でそれ8年ほど前なんですが、まあ、決断しまして、お家作りをさせていただくようなことになりました。やっぱり社長にやってほしいんだよね、そのもうそこに直で分かってる人にね。そうですね、大変ですよね。でも全くどういうスタートを切ればいいんですか。それじゃあやりますっていう、何の勉強からすればいいですかね。そうですね、最初はもうその協力業者さん、はい、いろんな協力業者さんと、ね、もうとにかくお話しして、はい、どういうふうに進めていくか。逆に例えば瓦屋さん一つにしても、瓦屋さんから先輩なので雨漏りしないようにするにはどういうものを作るかとか、一個一個そんなことを教えていただいて。
今までこういう木目を見てみたいなそういうあれじゃなかったのにね、木材そうですね、そうですよね、そうですね、あの責任は10分の1から10倍、はい、10倍になります、ね、10倍にね、もともと木材屋さんだったっていうこともあってやっぱり木にはこだわってらっしゃいますか、はい、そうですね、はい、私高知県なので、はい、あの高知の木にこだわってるんですけれども、こう海からすぐ山っていう地形なんですね、はい、で山がすごく多い地形なので、あの良質な木材がたくさんあるがです、お家作りをするときにまずその良質な木材をどうしても使いたいっていうあの思いがありまして、この木材っていうのはあの循環資源じゃないですか、だからこの循環資源を上手に使うことであの CO2 の削減とか、まあ、大きく言えばそういうものにも貢献できますし、どうしても子どもたちに少しでもいい環境を残してあげたい、そういう思いもありまして、はい、まあ、こういうものにこだわってますね、はい、これいいな、これはどんな木材なんですか、はい、これはヒノキです、ヒノキ、はい、いい匂いするよ、もうすぐ感じた俺、はい、これ非常にいい匂いします、やっぱりこういうのをお家に使うことでリラックス効果だったりとかがあるんでしょうか、はい、そうですね、調湿効果であったりとか、うん、梅雨時分ですよね、あの湿気の多いところは吸ってくれて、で冬場乾燥するときに出してくれる、こちらまたもう全く違うように見えますけど、そうですね、こちらは杉ですね、うん、温かみがありますもんね、やっぱり本当そうなの、ね、うん、こちらもですよね、そうです、はい、ちょっと塗装しまして、これですか、はい、それ塗装してます、虎のような、こういうこともできるんですか、できます、おしゃれです、自然にこういう木の模様じゃなくてこれは塗装なんですか、そうです、やっぱりお客様にも伝わるものですか、この木の見極めに関してはやっぱりあの一般の方ではなかなか分かりにくいです、うん、な専門家がやっぱりね、はい、い後ろにもありますけれども、はい、同じああいう木でもこう3段階ぐらいこうランクがありまして、はい、全然違う、はい、ランクがありまして、はい、で真ん中のその木でも、はい、あの A 級 B 級 C 級って言って等級っていうのがあります、でそれはもうパッと見ただけではわからないですね、そうですね、わかんないですよね、はい、それはもうほとんど私どものこう目利きの世界ですよね、うん、肉だったらいろんな部位があるじゃないですか、はいはい、木は部位じゃなくてその一本の違いですか、あの一本の中にですね、はい、それこそロースのような柔らかいところ、うん、やっぱりあんすね、で曲がるところとか、そうですね、やっぱり生き物なんですね、はい、作って乾燥しないといけないじゃないですか、ええ、だから乾燥過程でいろんな欠点が出てくるとか、ずっと置いておきますよね、あれ向いて、はいはい、私どもは自然に乾かすっていう形を取ってるんですけれども、人工乾燥といいますか、釜に入れるとか、はい、でそうするとそれでまたいろんな不具合が出てくる時があるんです、それで A 級 B 級 C 級とか、社長のところはやっぱり自然なんですか、一部その人工乾燥っていうのも使います、うん、全部が全部使えないので、あの基本的には自然乾燥っていうのにこだわってますね、実際にお客様からの声が寄せられているのでちょっとご紹介させていただきたいんですけれども、うん、白い壁の家ということで S 様のお家なんですが、我が家の家作りは住宅展示場巡りから始まりました、大きくて立派なモデルハウスを見てすごいなと思う反面、実際の家が想像できずいまいちピンとこないというのが本音でした、そんな頃秋にも素敵なモデルハウスのある工務店さんがあるなと山和木材さんを訪ねたのが全ての始まりでした、常に真摯な姿勢で柔軟に提案協力してくださる貞弘社長、いつ訪ねても家族のように温かく迎えてくださる山和木材の皆さん、これほどのこだわりの家はできなかっただろうと思います、これからこの家で家族の思い出をたくさん作っていきたいです、本当にありがとうございましたと、ちょっと一部抜粋してご紹介させていただきましたが、ありがたいですね、ジーンときますね、ジーンときます、あお引き渡しの時泣きました、あそうですか、よかったねっていうあれで、でもどうですか、自分の、まあ、会社もそうですけど自分が建てられた家がずっとそこにあるっていうのは、それってすごいことですよね、そうですね、本当にすごいことだと思います、すごいですよね、現在日本の木材産業は海外輸入量が減少傾向にあり、国内産や地元の素材を生かす形態へと変わりつつあった、そしてそれは家づくりの現場にも
変化をもたらし始めていた。以前はあの大工の棟梁さんがこうカンナ掛けって、はい、現地とか作業場で一本、ご存知だと思うんですけど、はい、そういうのやって一本一本こう木をですね、こう検品してよく見る姿だと思うんですけど、ね、それであの手で実際に刻んで組み立てるっていう形だったんですけれども、今はどうしても工場で採寸カットする、でそこでカットしたものを現地で大工さんが組み立てるっていう形に変わりました。なのであのこの木をですね、本当にこう検品できる方が全部とは言わないですけれども、あのなってるかどうかはちょっと疑問なところは正直あります。なのでうちの会社は全部うちの会社で全部検品したものを工場で採寸カットしてもらうっていうことはどうしてもやるようにしてます。同業者さんからはお前はアホかと、そんなことやっても儲からないだろうと、まあ言われますけど、まあどうしてもここだけは譲れない、うちのこだわりなので、うちの会社がお家を作らせていただくっていうことだとやっぱりここはこだわらないと、はあ、はい、いけないところだと。他のところと特に一番売りは何だと思いますか？お客様のお話、それからお悩みとか、あのお話をよく聞くこと、それに尽きると思ってます。で、うちで建てられたお客様が必ずおっしゃってくださるんですが、よくお話を聞いてくれたと。最初に例えばいらっしゃるじゃないですか、住宅会社いらっしゃって、今日何をお悩みですかって僕聞くんです、はい、変わってますよね、住宅会社に。そうですよね、もうどんな家建てますか、年収いくらですかって聞かれると思ってお客様見えられると思うんですけど、どんなこと悩まれてますって、そっからうちは始まるんです。で、だからそしたらいろんなお悩みとか、こんなことで困って家を建てたいとか作りたいとか、でも予算が困難でリノベーションしたいとか、でそこを一個一個私どももお話ししながら、どういう形が一番そのお客様にとって向いてるかっていうことを一緒に、こうライフデザインみたいなものですよ ね、 そうですね、無理してやることもないし、はい、だったらこんぐらいが今の環境に合ってんじゃないのかとか、はい、そうですね、あの3年後に来た方がいいよとかっていう時もあります。そういうふうにもおっしゃったりするんですか？あります。それはもう、まあ、その中であと私どものこう厳選したこういう素材、それからまあ木材に限らず他のものもですね、まあ、プロの目で吟味させていただいて、最後は人なので、うち の、 あの工事チームとそれからスタッフが、まあ、本当に一人一人あの対応させていただいて、でうちの会社は営業専任はいないんです。我々みんなで全員で営業して、全員が一人一人のお客様を一人のお客様に一人作って、最初から最後まで一人作って、そういう形で、なのでまあスタッフ自体はもう少ない人数でやるようにしてますよね。さらに今後の展開はどんなことを考えていらっしゃいますか？今後ですか、はい、やっぱり私どものこの考えをですね、非常に分かってくださるお客様と本当に考えがこう共通するというか共感するお客様と一緒にお家作りはしたいと思います。それとあの空き家対策、空き家がすごく増えてます。増えてますね。増えてます。で空き家をなんとかこうリノベーションするとか、いろんな方法で、例えば若い方であまりお金かけたくないっていう方にそのリノベーションしたものを住んでいただくとか、はい、それと私どもの高知県のところはどうしてあの安芸市なんですけれども、どうしてもあの雇用も減ってますんで、若い子を雇っておこがましいですけれども地域貢献したいなと思っております。では最後になりますが、はい、貞広社長の格言を教えてください。はい、あの明けない夜はない、嘘をつかない、この2つです。嘘をつかないって難しいですよね。難しいです。本当に難しい。もとってもあの楽しくお話を聞かさせていただきました。今後もまた期待しておりますので頑張ってください。ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。
お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さあ続いてご紹介する企業様なんですが、この番組でも歯医者さんよくご紹介させていただいてますけれども、そうですね、もしとっても美しい先生がいる歯医者さんだったらどうですか。とっても美しい先生がいる、はい、めっちゃ食いついて、まあ今この年ならすぐ行くね年関係あるんですか。だって小さい時はさ、だって怖いとかさ、痛いでも逃げたいし、なんかトラウマになるようなこともあるじゃん。でも今大人になってやっとそうじゃないんだって分かった時にさ、素敵な人なんかいたらそれほんだいい方で行くじゃん。おわっと綺麗だぜって優先的に行きますよね。ちょっと番組が違ってきちゃったので、すみません。なるほど、まずどんなモチベーションであれ行きたくなるっていうのはやっぱ大事ですよね、うん、それは大事ですよね、はい、ということで次にご紹介するのは、東京三鷹町で歯医者のイメージを変えようと、うん、オールフォアペーシャンズスマイル、すべては患者様の笑顔のためにを掲げています。こちらの企業様です。医療の世界にとって避けては通れない問題、それは来院する多くの患者が症状の悪化がきっかけで病院へと足を運ぶケースである。特に早期発見、早期治療が重要視される歯科医療の世界では、不安や痛みといった目には見えない多くの要素が患者を治療から遠のかせてしまう原因を生み出してきた。そんな従来のイメージを払拭し、綺麗で安心な通いやすい歯科医院をコンセプトに、虫歯のない社会を目指し続ける男がここにいる。山手デンタルオフィス田町三田、院長池下久人。2016年に開業を迎えた山手デンタルオフィス田町三田では、土日の診療や朝8時から夜9時までの診療など、患者のライフスタイルに沿った歯科医院を実現。これまで抱かれていた歯医者のイメージを根底から覆す配慮の行き渡った内装で、訪れる患者一人一人が再び気軽に通える歯科医院を目指し続けている。今回は池下久人をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。今日はここにお水と、あとは院内名刺というものをご用意いただいたんですけども、うん、すごく可愛らしいイラストが書いてある名刺ですか。これは爽やかなね。そうですね。ありがとうございます。はい、うん、あの患者さんが一番最初にいらっしゃった時に自己紹介程度にお渡ししている名刺でして、あのコミュニケーションを重視している診療をしておりますので、あの先に自己紹介した上で、しっかり知っていただいた上で最終的な治療計画を決めたいなということでお渡しします。お水に関してはあの、うん、まあ、ミネラルウォーターでもいいですけれども、持って帰って飲める方もいいかなと思いまして、あのその場でお薬飲んでもらう際にもこちらの方がすごい 何かと使い勝手がいいので、ご好評いただいております。すごいですね。歯医者さんに行ってこういうことないね、はい、なかなかないですね。ないね口コミ数ランキング第1位、歯医者さんのイメージを変える、すごいですね。病院の名前にもついてますが、田町三田、はい、やはりデンタルオフィスを構えてらっしゃる。そうですね、山手線の田町駅から3分ぐらい、東横線の三田駅から2分ぐらいの場所に構えております。いいとこですね。第一京浜沿いですごく分かりやすい場所で、うん、なんでそこを選んだんですか。まあ、あの欲張りなお話なんですけれども、はい、あのたくさんの患者さんを見ていきたいなと思ったので、エリア的にオフィスワーカーの患者さんもいて、住んでいる患者さんもいて、あと、子どもの患者さんから大人の患者さん、ご年配の患者さんまで全部いるようなエリアを探したら、やっとたどり着いたのがそこの場所でした。僕3年間探してたんで場所。あ、そうですか。あら、3000件ぐらい県 のテナントや何やらを見て、やっぱそのぐらいガーってやるんだね。従来の歯医者からイメージを変えるため、池下が特に力を入れたのが医院の内装だった。とにかく歯医者さんに来ていることを感じさせないような雰囲気にしたくて、まず一番重視したのが、歯医者さんって皆さんいらっしゃると思うんですけれども、待合室にいる間が一番きついと思うんですよ。あの 重苦しい雰囲気、匂いもそうなんですけれども、歯医者さんの待合室に座ってる間っていうのは全くこう歯医者さんに来てる感じじゃないよっていう雰囲気にしたくて、タイル張りにしてみたり、壁には
陶器が貼ってあるんですけれども陶器を貼ってみたりとかあとまあ子供が使えるキッズスペースをかなり大きく設けてるので全部治療の現場が見えちゃったりしてで音が聞こえてきたりすると嫌だなっていうのがありますよね順番待ち合だよもう速攻でもうやってくれないかなっていうねまあ、だから待合室でその治療の音が聞こえたりとか治療してる声が聞こえたりっていうのも怖い原因になっちゃうので当院は全部完全個室でやっております。また独自のコンセプトがあると伺ったんですけども。そうですね歯医者さん、まあ、今あのデンタル IQ っていうのが皆様高まってあの歯に対する、ね、知識が皆様高まって歯を磨くことは大事だっていうことは皆さんご理解いただいてるんですけどじゃあいざ歯を磨いてくださいって言われて職場で歯磨けないですよね。結構実際僕ら歯学部の学生だった頃も僕らもトイレで歯を磨いてたから、うん、そこでちょっと考えたのがうちの、病院の中にはあのブラッシングスポットっていうコンセプトを持ったスペースがありましてうちにアポイントがない時でもいらっしゃっていただいて全然構わないのでいつ来てもらっても歯ブラシしていいよっていうスペースがありまして、うん、そこではね歯ブラシ預かってます。滅菌したこういう小分けになった歯磨き粉を毎回お渡しして結構ご好評いただいて、はい、水はもらえる歯は磨かしてもらえるっていうもう気軽にこうスッと来れるようなコンセプトです。そうですね。そうすることでもう患者さんも歯医者さんにまず来ていただくっていうのが一番重要かなと思ってますのでなかなかこう重い腰を上げて歯科医院の扉を開けようとは思わないのでそうすると、まあ、普段から行っているとちょっと何かあった時にちょっとそういえばあのお水取りに来ただけでもいいから来た時にちょっと奥歯痛いんだけど予約入れてこうかなっていうのだけでもう全然歯医者さんには通えるようにはなってくれると思うので設備にもこだわりがあるって伺ったんですがそれはそういうところにも、まあ、なるべく最新のものを取り入れるようにしております。やっぱり最新のものを取り入れてあのいろんな検査方法があった方が、患者様も安心できますし僕らの治療 の, あの選択肢も広がります。あとは基本的には材料を選ぶときにも、うん、あのコストベースではなくて効果をよく考えた上でよりこう患者さんに効果が得られるものを選ぶようにしてます。でも常に新しいこの医療がの仕方が出てくるとやっぱり大変ですよね先生方もね。そうですね、あのやはり、医療の業界はもうどこの業界でも同じだと思うんですけれども、ね、日々勉強ですね。やっぱり新しい知識を得るためにはいろんなところに、まあ、あのネットワークを張らせてなきゃいけないというのはすごく重要なことでして治療方法もやはり変わってきたりするところがあるんですかね。そうですね、あの治療方法に関しては新しいものがもう日々どんどん出てくる形、ただあのやはり自分にできることできないことっていうのは明確に分けなければいけないので特に当院の場合はすごく強い治療っていうのはもう基本的に、設けておりません。何でもできるような状態にはしてあるんですけれどもその中で自分の病院の中のキャパシティを超えた場合は専門の方に紹介できるような、横の連携というものはしっかり取れているようにしております。なかなか知識がないと結局治療も進められなかったりその進められない間に例えば病気が 病気というか虫歯が進んでしまったりということがあるんですけれどもそこでまあ正しい知識で正しい指導の下でやれると、まあ、今できる範囲のことは進められるので、うん、ただ診療時間とかそういうのもあそこオフィス街だったら大変になるんじゃないですか。診療時間に関しては、朝早く、まあ、8時から開けてる日もありますし夜、21時まで開いてる日もあります。 あとは土日は常に開いているので、うん、土日は開いてるんですか。土日も開いてます。患者様のね、個々のライフスタイルに合った治療を提供できたらと考えているので、やっぱり治療時間はできるだけ長く取れるように、あのどんな時間でもチョイスできるように、なんとか頑張ってあのチームでやっております。あ、もうローテーション組みながら。はい、ローテーション組んでやっております。また最近だとあのインプラント治療ですか、はい、もうかなりメジャーになってきてますがその辺はいかがですか。インプラントももちろん当院もあの得意としている分野ではあるんですけれどもやっぱりインプラント治療インプラント治療と言われて皆さんインプラントをお願いしますっていらっしゃっても実際全然インプラントが必要じゃない方もいっぱいいるんですね、うんうん、ですので、やっぱりその治療をするにあたってしっかりとした知識を患者さんに持っていただくためにあの術前のお話はすごく大事長く時間を取るようにしております。でも今インプラントはもう進んでますか。あのインプラント治療もそれこそ本当に日進月歩であの日に日に新しいもの新しい治療方法が出ておりましてやっぱりすごく医療っていうのはすごいなって思うようなことばかりですね、うん、僕が思い描いてた歯医者さん像っていうのは、まあ、ずばり僕が
僕自身が見てもらいたい歯医者さん、僕自身の治療をしてもらいたい歯医者さんになりたかった、まあまだまだ全然まだまだまだですけれども、それに付随して僕が通えたような病院を作りたかったので、まあそれに向けてちょっと頑張っていきたいなと思ってます。全ては患者の笑顔のために、人々の口内健康を守り続ける池下久人、そんな男が掲げる今後の展望とは。もう本当大きいお話をさせていただくと、歯医者さんのイメージを変えたい、歯科業界のイメージを変えたいなと思っております。行きたくない場所どこですかというふうに例えばアンケートがあった場合に、多分10人ないし20人に1人ぐらいは歯医者さんって書くと思うんです。そのイメージをちょっと変えていきたいなと思っております。ご自身は昔から歯医者さん好きでした、はい、僕は歯医者さん嫌いでした。どうしてやろうと思ったんですか。僕は歯医者さん嫌いでした。何が嫌いかって注射が一番怖い、はい、もう自分に痛くない注射の方法を見つけるために、まあ、自分でこう何本かやって、今当院でやってる注射方法は限りなく痛くないです。4つのこう工夫を全部組み合わせて最終的に注射していくんですけれども、あとは家がそういう医療関係のお家だったので、あ、そうですか。どうしてもその親の背中を見て育つと医療関係にちょっと進みたいなっていう気持ちはどこかあったんですけれども、うん、では最後になりますが、池下さんの格言をお伺いしてお別れとなります。平和の和、和みという字、うん、僕の性格上こう和を大事にしてきて、今こうやって成り立っていろんな人に助けてもらってるのでということと、あと歯科医療はチーム医療だと思ってるので、うん、スタッフ同士のチームの輪っていうものをすごく重視してる意味で、まあ、僕が大切にした言葉っていうのは輪です。先生そのものが出てるもんね。、はい、もう今後とももう明るい歯医者ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ります。今日はありがとうございました。様々な商品やサービスを本気でプロデュース、我々ナイツがあなたのご依頼に全力でぶつかります。どんな商品も必ずヒットさせます。毎週金曜夜10時30分はナイツのヒット商品会議室。ビジネスブックコレクション。上手なプレゼンテーション資料やプロが作るプレゼンテーション資料は目的がはっきりしていて表現が効率的です。そのためにはまず伝えるべきことを大枠でしっかりと把握し、それをプレゼンテーション資料に細かく表現していくことが大切です。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、伝わるプレゼン資料作成成功の実践法則50。この本を書いたのはインプリメント株式会社社長の木村博文さん。人前でのプレゼンテーションで相手を必ずうなずかせるための考え方と実践のノウハウを教えてくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。さようなら。